香港特別行政区政府、中華人民共和国香港特別行政区政府、中華人民共和国香港特別行政区政府は中華人民共和国の香港特別行政区における行政府である。香港基本法に基づく一国二制度が実施されている同行政区は高度な自治権を有しており、省や 直轄市などの地方政府と比べるとより強い権限を持っている。一方、完全な内政権までは有していない。香港政府の主張は行政長官である。香港の新聞などでは特別行政区の主張を略して特区と呼ぶことが多い。行政長官は選挙委員会による間接選挙によって選出されるが任命するのは国務委員。 中央政府の行政府である。そのため、香港政府について理解するには、国務院など中央政府との関係を理解する必要もある。詳細は、中央政府との関係の不死で口実。香港政府の運営は、行政会議において、重要事項が決定される。行政会議の議長は、行政長官である。そのメンバーには、官職メンバーと非官職メンバーがいる。 行政会議は、諮問機関に過ぎず、議決は、多数決ではなく、行政長官の判断に委ねられている。香港返還前や返還後しばらくは、市長と一部の局長、財界出身の非官職メンバーによる、利害調整を行う彩りが強かった。しかし、2002年7月の交換問責制の導入に伴い、3名の市長、政務市市長、財政市市長、 立政市市長と11名の局長の全員が官職メンバーとされ、行政会議はより内閣に近い組織となった。しかし、曽加毛県行政長官は非官職メンバーを増員して、官職メンバーの方が少数派となった。そのため、現在では政府と各政治勢力の間における利害や意見調整の場としての性格がやや強くなった。なお、 プレスリリースされた結論を除き、行政会議における議論は非公開とされている。メンバーには主秘義務が課せられており、特に政府側の説明や他のメンバーの発言を公にすることはできん。三市長11局長は、香港政府において閣僚に相当する役割を担っている。その人事は行政長官が指名し、国務員が任命する。ただし、 立法会の承認は必要ない。そのため民主主義国家の閣僚と違い、市長や局長は一体誰に責任を負っているのか不明確である。2002年までこれら政府高官は公務員であった。2002年7月の問責制導入によって政治任命ポストとなった。そのためより閣僚に近い位置づけが与えられたと言われる。公務員から就任する場合は、 一旦退職することが求められる。原則として、再び公務員の身分に戻ることはできない。これにより、財界や学者からの登用が可能となった。市長は、行政長官を直接補佐し、香港政府高官の中でも最上位にある。そのうち、政務市市長が筆頭とされ、すべての局及び局長を指導する。財政市市長は、序列にとされ、財政や、 経済関係の局及び局長のみを指導する。ナンバー3の立政司市長は行政長官の法律顧問としての役割と立政治という部門を統括しているが局長を指導する立場にはない。なお副市長は香港基本法に研究があるものの変換後未だ設置されていない。局長は決策局のトップである。市長の指導のもと 職責分野の政策決定を担う。英語名称では市長と同じくセクレタリーとされているが実際には市長より格付けが低い。行政会議の非官職メンバーは公務員や政府高官以外から任命された非常勤の役職である。会議への出席を除いて特定の職務を負っているわけではない。そのため市長や局長と異なり、 閣僚のような職務とは言えない。香港政府本体の組織は政策決定を担う政府総部と政策実行を担う執行部門に分けられる。そして政府本体の他に日本の独立行政法人に相当する公営機構がある。政府総部は組織であると同時に香港島セントラル地区のカーリン、室道にある中区政府号署。 セントラル合同庁舎を指す。組織としての政府総部は、政務史史長を頂点とし、政務史史長弁公室及び、財政史史長弁公室と11局、傑作局から構成されている。また、一部を除く、つぼげの所在地は、中区政府合署に集中している。現在の政府総部は、しばしば、三市十一局とも故障されるが、司は一つしか設置されていない。 しかし、唯一の司さである、ただし政治は、今週同政府号書に入居し、また、執行部門に分類されている。つまり、政府総部の一部ではない。また、行政長官官邸である、霊品府は、この近く、同じ場所にある。ただし、当県下行政長官は、返還前の総督府であった、霊品府を用いず、中区政府号書にオフィスを構えていた。 11の決策局は行政長官に対して責任を負っている。ただし、政務指示長の指導及び一部のつぼねのみ財政指示長の指導も受ける。局のトップは局長である。複数の事務を管轄するつぼねでは内部に課が設置され、局長の補佐役である常任秘書長が課の責任者を務める。ただし、一部のつぼねでは課が設置されていなかったり、 執行部門が決策局の内部組織として組み込まれ、そのトップが常任秘書長を兼任する場合もある。また、香港政府は近い将来副局長を設置することを検討している。政策の方向性が異なる分野を切り離しつつ、政府が積極的に経済政策を企画することも意識している。このほか、行政庁勘弁公室には、 局長待遇の主任と常任秘書長を1名が置かれる。執行部門はその名前の通り、決策局が決定した政策を実行する部門である。執行部門は特定の局に管轄され、その局に対して責任を負っている。ただし、一部の執行部門は直接、市長や行政長官に責任を負っている。また、政府の会計監査を担う神経省は直接、 立法会に報告を行っている。執行部門の長官のうち、海館関長、連政選委員、刑務所所長、入居事務所所長、新刑署所,所長は、香港基本法において、香港政府の高に準じる位置づけとされ、行政長官が指名し、中央政府が任命することになっている。公営機構は、反韓反民の組織である。政府本体には含まれない。 ただし、多くの場合、名刺や学識経験者などによる委員会が運営を決定しており、比較的強い独自性を持っている。その一部は、日本の特殊法人や独立行政法人同様、政府の出資と支持を受けて、行政サービスを提供する組織であるが、他にも、由来や性格が様々に異なる組織がある。また、 政府から運営費を交付される機構だけではなく、事業収入で運営される公営企業あるいは公有企業も含まれている。急行鉄路や MTR、香港企業管理局がこれに当たる。一部の組織には設立法があり、そのような場合は法定組織とも呼ばれる。多くの大学や慈善団体のほか、香港証券取引所、香港貿易発展局、 2007年に新設された香港映画発展局などがこれに含まれ、この中にも香港商取など政府財政に依存しない組織がある。また、合議局のような地方議会に相当する組織も含まれている。香港の自治権は外交と防衛を含まない。そのため、香港の外交事務については外交部中香港特派員公所が防衛については 人民解放軍中香港部隊が香港に設置及び派遣されている。また、香港における中央政府の代表部として、中央政府中香港連絡弁公室が設置されている。香港基本法の規定により、中央政府は香港政府交換の任命権を持っている。その対象は、行政長官、市長、副市長、局長のほか、連政全員、新継所所長。 刑務所長、入教事務所長、会館長を含んでいる。ただし、行政長官は選挙で選出されることになっており、他の高官は、行政長官が指名するため、事実上の任命拒否権に近い。香港政府本体の職員つまり、公務員には、政務職系、行政主任職系、法定言語主任、同時通訳主任、厚生飲食系、訓練主任職系、文書、 秘書職系のカテゴリーがある。いずれも中国語、英語の能力が必須とされる。給与水準は職系によって大きく異なる。一般職では日本よりやや低く、行政職系でほぼ同じである。一方、政務職系ではほぼ日本の倍程度の水準となり、さらに市長級に昇進すると、さらなる高級が支給される。公務員最高位の欠作局秘書長では、 月給が21万香港ドル、日本円で300万以上と規定されている。また、部門である香港金融管理局の局長は、運用ファンドの成績次第とされつつも、実際には日本円で1億円を軽く超える報酬を得ている。ただし、2001年以降、不景気や財政赤字の拡大を理由に、公務員の給与は多少低減されつつある。 政務職系は公務員の中で最高ランクのカテゴリーであり、公務員の最高位である、傑作局秘書長への門戸が開かれている。門跡制以後は公務員を退職する必要があるが、局長や市長に任命される機会もある。香港政府全体で583名いる。大学卒業とともに、1級もしくは2級栄誉学士を取得していることが、 就職条件である。就職後2年間の訓練の後、海外の大学院へ留学する機会が与えられる。また、北京の聖火大学で、中国国内の事情や中央政府との関係に関する研修も行われている。最初の職務は、民政事務所で末端の行政を学ぶことであり、その後は、原則3年に一度ポストを変わりつつ、香港政府の様々な部署での経験を積む。 配属先は、傑作局、部門、海外の出先機関など様々である。返還前は、政務職系の多くがイギリス人であった。しかし、返還決定後、特にパッテン総督が就任してから、香港家人の登用が進んだ。現在でも、香港永住権があれば、外国籍でも、政務職系を含む公務員になることができる。ただし、 首長級と呼ばれる幹部クラスへの登用は中国籍のものに限定されており、イギリス人や英国籍の家人の昇進には限界がある。また、優秀な香港の学生が海外に留学していることも多いため、海外からの受験もスムーズに行える要採用試験の実施が工夫されている。行政主任職系は2番目のカテゴリーであり、 主に執行部門での行政事務を担う、2122人にいる、大学卒業が就職条件であるが、海外研修の機会が与えられていない。その下に位置するのが、文書、秘書職系であり、いわば一般職である、約2万人知る、法定言語主任、同時通訳主任、厚生飲食系は、その名の通り、政府文書を英語と、 中国語で作成したり翻訳する専門職である。合計で600名シール。訓練主任職系は公務員への訓練プログラムになっており71名シール。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。